はようございます。私は今、そうです、アルゼンチンはブエノスアイレスに来ています。空港から市内までバスで移動してきたんやけど、バスがこう到着ゲートの真ん前のバス停に止まってくれへんくって、で結局手上げて乗りました。ウユニで会ったタクさんって人にこのスーペカードをちょっとチャージしてる、スーペカードをもらってたから、まあなんとかバス乗れたけど、これ初見殺しやなって思いました。まあでもウーバー呼ぶよりダントツで安いんで頑張ってみてください。今朝の7時40分ぐらいやねんけど、ちょっとお腹すいたんでここでご飯を食べます。なんか高そうやけど。はい、朝ごはん食べてきました。まあ想像通りの味、全然美味しかった。豪華な朝やな、朝から。あれで1750アルゼンチンペソです。だいたい正規レートで1100円くらいでした。実は非正規レートってのがあって、ちょっともうちょっと時間経ってから詳しく説明したいと思うけど、非正規レートやったら多分600円くらいで済むんじゃないかな、そんな気がする。今回はアルゼンチン SIM なしで回り切ろうと思ってます。やからさっきホステルにもうチェックインしてきました。そこを拠点にこう回っていくって感じです。でもうチェックインしたついでにシャワーも浴びていいよってことで、シャワーだけ浴びて、で外に出てきました。アルゼンチンずっと晴れやと思ってたのにめっちゃ雨降ってるわ。ついてねえな。今からその今見えてる通りがフロリダ通りっていう通りらしくって、そこに両替商の人がいると思うんで、そこでお金を両替します。この今キャンビアって聞こえたと思うけど、そう言ってる人が両替してくれる人、多分赤い人もそうだ。うん、せやな。あの人も両替商。だった。キャンビオ？Sí. How much? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? How much? ¿Así? Yeah. え？渋。Está bajo. 37, please. 37. Up. Yeah.結局通りにいたおっちゃんが370で手を打ってくれたんで、そっちで両替しました。めっちゃ優しかったね。なんか奥の部屋連れていかれるけど、まあそんな心配せんと。で名刺もくれたし、謎に。じゃああいにくの雨すぎるから、なんかお土産屋さん入って時間潰します。警察が可愛い、色がいいな、アルゼンチンっぽいよな。この建物がなんか観光名所っぽい。まあけどあんま興味ねえわ。まあ一応撮っときます。ツーリストポリスがおるってことはやっぱ治安はそんな良くないのかもしれん。はい、次の観光名所に来ました。さっきの建物との違いがマジで分からへん。一緒やん、そんなん言ったらあかんな。はい、これがなんかってやつです。はい、次、さっき言ってた闇レートの話をします。アルゼンチンに観光来るんやったら絶対知っといた方がいい情報で、アルゼンチンにはフォーマルレートとインフォーマルレートっていうのがあって、まあ、いわゆる闇レートっていうのが存在します。だいたいアメリカドル1ドルでフォーマルレートが180ペソ、インフォーマルレートが370ペソぐらいになってます。今日によって変わるけどな。でさっき自分が両替しに行ったのがあの闇レートの両替です。だから100ドル両替して37,000ペソゲットしました。もし100ドルを銀行とか正規の店で
両替しちゃうと18,000ペソ、ほんまに半分ぐらいしか手に入らないことになります。じゃあなんで闇レートっていうのが存在するかっていうと、アルゼンチンの人は給料をアルゼンチンペソでもらうけど、貯蓄はアメリカドルでしたいらしいんよ。なんでかっていうと信用が低いから。結構インフレとかなんかするみたいで、あれ先月値段半額やったやんみたいなことがよくあるそうです。じゃあアルゼンチン人はその正規レートで US ドルに換えれるかっていうと、実はそれ法律で禁止されてるみたいで変えられへんらしいんよな。だから闇レートが通常レートの2倍くらいするにもかかわらず、アルゼンチンの人はドルで貯蓄がしたいがためにさっきの取引が成り立ってます。もしお店でクレジットカード決済をしてしまうと通常レートを反映されるから、あのお得感が薄れます。なんでアルゼンチン来るときはあの闇取引を先にして現金で基本的に支払うのがいいって感じです。朝食べたあの朝食1750ペソしたけど、クレカで払ったから1000円ちょいしました。けど闇レートやと多分500円くらいで済むはず。結局クレカで払ったらまあだいたい闇レートで取引できるよ。もちろんアルゼンチン政府はこのこと知ってて黙認してるみたいです。もうどうしようもないから。横断歩道がアルゼンチンやかわいい。アルゼンチンの非公式レートについて調べてた時に思ったんが、じゃあこの闇レートでじゃあ100ドル両替したとしよう。そしたら3万7000ペソゲット。その3万7000ペソを公式レートで両替したら200ドルぐらい手に入んじゃねみたいな、そんな思ってんけど、残念ながらそれはできなさそうですね。もし公式レートでペソからアメリカドルにしたいってなったら、ドルからペソに変えた証明をしないといけなくって、闇取引の場合レシートも何もないからそういうのが証明できないんよな。だから残念ながらそういう FX 的な国内 FX はできません。可愛いお店多いわ。さっき両替のためだけにこのフロリダ通り歩いたけど、ちゃんと見返すと結構なんか古い街並みが残ってて面白い。横に立ってる人ほぼほぼ両替の人で、もう一人で決めきらんと何人か渡ってあのレート決めるといいと思います。自分は370でいいなって思ったんで手打ちました。闇取引を一旦してしまうともう通常レートではUS ドルに戻すことができひんから、使い切るつもりで使い切る額を両替するのがいいと思います。私は3日間で100ドル使い切ろうと思って100ドル崩したけど、100ドルって結構あるからな。正直最後らへん豪遊なってたら楽しいなーとか思ったり思ってなかったり。いや、闇取引の話してたらもう市内の観光ほぼ終わっちゃった。いやー、やっぱ市内観光ってこんなもんよな。自分あんま好きじゃないんよ。見てふーんってなるくらいで、あの最初らへんに映ってたやつ多分ミュージアム博物館か美術館やから、こうツアーとか参加してで仲間で見て楽しむってのが王道やと思います。けど私は下道なんで行きません。私がアルゼンチンで期待してたのは
お肉やから、今昼やけど、もうお肉がっつき、がっつきに行こうかなって思います。めっちゃレビュー多いお店来てみたら大行列。当然私は並びません。今夕方の6時ぐらいです。めっちゃ晴れてるやん。さっきまで寝てて、昼にワインバー行ってワインとサンドイッチ食ったら、もう分かる、疲労と酔いでもうクタクタで、ベッドで一瞬で寝ました。市内観光するんやったら今の太陽出てる時が絶対いいよな。でももう午前中にしちゃったから、多分もう一回行くことは俺の性格上ない気がする。今からその昼に食べたワインバーの店員さんに教えてもらった美味しいレストランに向かいます。アルゼンチンといえばやっぱ肉料理、アサードっていうらしいんやけど、そのアサードの美味しい店を教えてもらいました。多分ワインバーの店員さんやから間違いないで、これまた寄って帰ることになりそうで、いや誰かと来たいな、これはさすがに。はい、これがおすすめされたレストラン、ラ・エスタンシアってとこです。うわ、もうあれやわ、バーベキューのめっちゃいい匂いすんねんけど。めっちゃ広いこの店。絶対これ2人で来るところ。めっちゃ肉きた。ワインとパンと一緒に食べます。マジで1人で食べきれるかわからん量きたな。これで1から2人前だそうです。これ内臓みたいな味する。うまっ、うん、味付けはシンプルやねんけどなんか肉のポテンシャルがすごい。ただ一人で食べるのは多いかもしれん。前の兄ちゃん絶対頼みすぎやわ。あーもうお腹いっぱいや、食べられへん、ちょっと頼みすぎたな、どうしよう、結構余っとるしな。あー歯になんか挟まったわ。バレへんように、取れへんように取らないといけない。全然取れへん。あ、取れた取れた。いやお腹いっぱいになった。もう食べれん。多分あれ2週間分ぐらいのお肉食べた気がする。ほんまに。会計お願いしますって言ってから20分ぐらい忘れられてました。のくせしてチップを求めてきたのは腹立ったな。マジでチップ文化嫌い、やめてほしいわ。ちなみに会計は7600ペソぐらいやった。だいたい2700円くらいやねん。夜の散歩に来てます。すごい気温が
めっちゃ気持ちいいんよ。暑すぎず寒すぎずって感じで、もうこの気温大好き。なんか空気感が日本に似てる気がする。なアジアとかやったらさ、なんか例えば台湾とか中国やったらそれ独特の匂いするけど、ここすごい日本の匂いに似てる。さっき水買ったんやけど、この水全然うまないんやけど、多分やで、香水な気がする。アルゼンチンには1泊2日だけの予定です。なんで明日夜の飛行機で次の国に行きます。あ、次の国には行かへんわ。アルゼンチンなんやけどちょっと違う場所に移動します。午前中に回った観光名所たちは、多分俺がめっちゃ疲れてたから なんやろ素通り、ほぼ素通りしてしまってんけど、結構タダで無料で入れるようなとこが、後で調べたらあって、そういうとこ入ったらよかったなと思うんやけど、まあ時すでに遅し、どうしてもなんか明日行きたいなっていうところあったら重複するかもやけど行くと思います。あの橋がウーマンズブリッジっていう橋みたいです。すごい、初めて見る形してる。かっこよ。近く来ました。結構人おるね。見てあれ。でもこの橋は確かにめっちゃ魅力的、美しい。相変わらずやな、観光地はどこにでもおる。多分あのビルがヒルトンホテルです。いいとこにあるな、泊まりてー。ホステル帰ります。いやーちょっと腹痛なってきた。食いすぎやな。マジで海外あるあるやけど、トイレする場所がないんよな。コンビニとかがないからつれえ。駅にもトイレないしな。絶対あってもほら汚いか、トイレットペーパーないが落ちやから、いやー悲しい。ってことでまた明日市内観光続きやります。ホステルチェックアウトしてきました。ちょっとみんなに見てほしいのが、このエレベーターめっちゃ古いんよ。でこれ、でグランドフロア。うふふ、怖え。これ絶対指出されへん。普通に多分事故る。ブエノスアイレスの街を散歩してるだけでこのレベルの建築物がゴロゴロあります。これはなんか美術館になってるっぽい。多分これが有名な本屋さん。まあ確かに本屋にしては
すごいんやけど、ちょっと想像より小さいな。マンキー。はい、次、毎度恒例車の車種ランキング。アルゼンチンはルノーとシボレーが一番多い気がする。で、バスとかになってくるとベンツ、メルセデスが多いかな。南米、日本車人気ないからちょっと悲しいよな。けど、ボリビアではやらんかったけど、ボリビアで人気の車種はハイエース、圧倒的にハイエースです。もう半分ぐらいハイエースちゃうかなってぐらいあったな。でもハイエースって日本の多分トヨタが割と出して路線乗っけてくれたと思うんやけど、まあ中国がパクったハイエースがいっぱいあったな。中国パクるんやったらさ、もっとオリジナリティ出してくれたらいいのに、なんでレクサスの L を反対にしましたよみたいなロゴでいけると思ったんかな。ほんまやめてほしい。アルゼンチン最後の観光スポット、カシパラシオバロロってところに来ました。チケット3000ペソでした。まあまあ高い。で、なんか1時間おきにツアーをやってるらしくって、それに参加しないと、上がれないってことで、仕方ないんで30分ぐらい待ちます。She thought that you were with him. That you were coming from St. Valentine's Day. No. No, poor of your boyfriend that is. But that's because he went away. That I just met because I was at the, the Cologne Theater. わあ、気持ちいい。Yes. This place was made for the parties. Parties. The English style, it is associated with the old class of gentlemen of the 20th century.Because in one part of the book, of the story, it says that Beatrice and Dante, the protagonists of the story of the Divine Comedy, they are in love in a Hindu temple. So the Hindu style represents the kind of love that Barolo, that Dante Alighieri, and for example, if they are lawyers, in many floors downstairs,and they change it to more metal, no? But this is one of the most original elevators. It's very old and very nice, no? And that's really guilty because it's not a lot of exercise. A bit of cold air. うわ、眩しい。So nice. I'm even nervous. おお、めっちゃ高いやん。いやー、こりゃ景色が綺麗やな。めっちゃ狭い。一人が限界。痛っ。うわ。千万。え。Wow.
上下逆や。ツアーが終わりました。景色良くて結構良かったかも。多分な、夕暮れ時が一番最高なんちゃうかな。で、今からそのツアーしてくれた人がおすすめしてたアイス屋さん、アイスクリーム屋さんに向かいます。あと、あのアルゼンチンペソのコインがずっと俺欲しくて探してんねんけど、なんかキオスコで手に入るとか言ってたから、キオスコ行ってアルゼンチンコインをゲットしたいと思います。このカドレっていうお店です。グラシアス。みっちゃんちっちゃいピコってやつ頼んだけど、まあまあ量ある。やべえ、アルゼンチンペソが見つかんねえ。なかなかもうお金としての価値が低いから、みんな使わんのよな。紙幣のやつしか使わんくなってきて、なんかペソが全然ね、悔しい。やっとゲットしたぜ、ペソ。これ貨幣としての価値はめっちゃ低いけど何、頑張って見つけた俺にとっちゃめっちゃ大事で、なんか1ペソだけっていうのも、またこれまた自分だけ付加価値上がる。キオスコでこれ買ったお釣りとしてもらいました。しゃあ、空港に行きます。空港に着きました。なんかメーターどんどん上がってって9500とかなって、9500ペソもかかんのみたいな。で、払おうってしたら、ちゃうこれ950やからって小数点見えてなかった。いや、マジで焦った。っていうか950は逆に安すぎるで。マジで助かった。これでまだ豪遊が続けられそうや。